地元の人の話によると、このビーチでは最近飛翔する男と呼ばれる人物がたびたび目撃されるんだって。そんなビーチにやってきたのが元サッカー日本代表田代雄三40歳、オス。昔はサッカー選手として大活躍していた雄三、今はサッカーよりもあることにハマっているんだとか。雄三はジャンプが大好き。サッカーよりもジャンプが好きで、ビーチでヤシの木を見ると思わず飛びたくなるんだって。